複式学級。複式学級とは、二つ以上の学年を一つにした学級のことである。複式学級というのは、二つ以上の学年、年齢をひとまとめにした学級、クラス、学級編成を指す、特に初等教育、中等教育に関して用いられている、日本の学校用語、教育用語である。念のために述べておくと、そもそも、 二つ以上の学年が一つの教室で学ぶという形態は世界各国の田舎や開拓地で多く見られたものである。英語ではワン・ルーム・スクールという概念があり、米国、カナダ・オーストラリア等々の田舎や開拓地で学校自体がそもそも一教室しか持たず、そこにすべての学年、年齢の生徒が入り、基本的に一人の教師が場合によっては、 補助役の教師なども加えて、教育を行うということが、極めて一般的に行われていた。フランス語では、エコールでランという。日本では歴史を遡ると例えば、寺小屋では、様々な年齢の子供が、一つの部屋に集い学んでいた。なお、初等教育では、一人の教師が、同時に、そして十分に教えられる、目を配れる生徒の数にはある。 種の限界があると考えられており、学校というのは生徒の数がある程度以上になるとクラスを分割するようになりさらに生徒の数が大きくなると一般に教師の都合や効率などを考慮して同一クラスには異なった学年の生徒が混じらないように別々のクラスに編成するのが一般的である結果として近年の日本では複式学級は基本的に 過疎地などで学校規模が小さい場合に限って行われている。ただし、複式学級には同一学年だけで固まったクラスにはない、様々な利点があることが知られている。教育研究のために、複式学級編成がいくつかの国立大学法人附属小学校において行われており、茨城大学教育学部附属小学校がその例である。 一年生を含む場合は、二個学年合わせて7人から8人、それ以外だと15人くらいで、複式学級に編成している。なお、多くの都道府県では、公立義務教育所学校の学校編成及び、教職員定数の標準に関わる法律によって一年生を含むときは8人以下とし、それ以外では16人以下という国の基準を採用しているが、長野の例として、 二個学年合わせた児童数が9から16人の時においては、検費負担に予行し等教員を派遣し、複式解消を独自に図っている県もある。北海道、東北、あるいは中国、四国、九州でも山間部や離島などの平地では、こうした学級は少なくない。平地教育の現場には必ずと言って良いほど存在する学級である。さらに規模が小さくなると、 三学年編成の複式学級というのも存在するが、三学年編成は2007年度時点では日本国内においては存在しなかった。なお同様の基準制度を設けている隣国の韓国においては存在した。なお、複式学級は近年は前述のような環境のみならず、ドーナツ化現象による都市中央部や造成してからだいぶ都市付きを経た。 住宅ランチ等の学校でも見られる。複式学級は様々な長所短所を持ち合わせている。学習に関しては異学年が一つの学級なので、教師の授業の進め方によっては年長者が年少者に教えるようになったり、相互に学び合う姿が見られるようになる。教えることは最良の学習法と言われるが、生徒自身が他の生徒に教えることによって、ただ教師から、 受け身的に教えられているだけでは生まれなかったであろう。確かな知識、知恵が生徒に生まれたり定着することがある。また担任が一方の学年の指導をしているときにもう一方の学年は自分たちで学びを進めるといった自主的な学習習慣が身につく自主性。グループ学習をやっているような状態が多いので自分たちのペースでの学習ができる。欠点としては 教師による教育の時間が複数の学年に分散するため、一つ一つの学年に関して言えば、十分にきめ細かい指導をする時間が確保しづらい。人間関係に関しては、子供集団の規模があまりにも小さいので、喧嘩やいじめが生じにくい。また、中学以降で、複式学級ができると、年齢に関係なく、友達になれるという点で、 年齢差別の激しい日本の中学以降の学校文化では一種の例外的なオアシスとなる。年齢を問わず相手を尊重する態度を身につけられることは複式学級の持つ教育的効果である。これは韓国朝鮮でも同様である。他方で人間関係での葛藤を経験する機会に恵まれないことや適度な競争意識を持たせることすらできない場合もある。 学校によっては、兄弟姉妹のみによる、校成の場合もある。その欠点を補うために、インターネットを活用し、都市部の大規模校との接点を持つなど、交流の機会を増やそうとしている学校も、少なくない。ある意味では、教育先端校にもなるチャンスを持つ。が、地域によっては、高速回線網の未整備や、市町村予算等との兼ね合いで活かしきれていないところも、多い。 多くの小中学校では年齢主義の強さから同学年は同年齢というのが状態化している。そのため、複式学級は日本の公立学校ではほぼ唯一と言っていい、同学級異年齢の教育実践の場である。ただし、それでも一学年差なので年齢差は約2歳ほどに止まり、真の異年齢根性教育ではない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。